皆さんこんにちは。名古屋のジャズ喫茶 MM ジャズのマイケル村田です。MM ジャズはですね、JBL スピーカー JBL、 それからイントラ反転真空管アンプの聖地と、まあ、私が勝手に言ってますけど、今日は、新しくですね、MM ジャズの、メインアンプでした、811A のイントラ反転真空管アンプ、これの、バージョンアップ版が完成しましたので紹介をしたいと思います。まあ後で詳細にお見せしますけども、黒いボディを備えてまして精悍な顔つきにしました。それからもう一つがですね、次が、SN 比を改善するために 811A という真空管はヒーターが 6.3V で 4A なんですね。ものすごい大電流を送ります。で、前回のモデルは、電源トランスがもう負けてしまって、妙な磁気ノイズを発生します。で、性能が随分悪くなったんですけども、今回は大変大型の電源トランスを投入して 6.3V の 4A がなんと4回路もあるような、3回路ですね、それに 4A が3回路で 2A が2回路ある特大の電源トランスを投入して、ヒーター電流に負けない電力を供給できるようにしました。それから長年の反省を生かして、アース線の配線、アース母線の配線を見直しをしたと。で、もう一つが、前段がドライブ段が 6EM7 の増幅回路なんですけれども、30mAの電流を流しますので、イントラ反転といえども、それに負けないようにですね、少し、大型の NC14、単語の NC14 を、イントラ反転のトランスに投入をしました。結果としては大変素晴らしいアンプが仕上がりました。まだコンデンサーのエイジングとかですね、いろいろやることを時間をかけて、音は変わってくると思うんですけども、まずは完成したということで、今日は紹介をしたいと思います。ぜひ音も聞いてみてください。空気録音で、録音いたしました。ではお楽しみください。